名古屋西ジャンクションは、愛知県名古屋市中川区にある東名阪自動車道、及び名古屋高速5号、万馬線、名古屋第二環状自動車道のジャンクションである。3本の高速道路を接続する3差分岐のジャンクションである。なお、計画当初から4差分岐の変速タービン型となるよう設計されているため、名に関の飛島 JCT 延伸開通時に、 本来の姿で運用された。東方向に名古屋高速、西方向に東名阪自動車道が走っており、名二間は南北方向に通る。構造上、名古屋高速と東名阪道が直進する形になっており、これらから名二間方面へはランプウェイを経由しなければならない。なお、名古屋高速、東名阪道名二間各方面にのみ、 本線料金所がある。東 JCT を挟むようにして、東側に5号、万場1 0の0の仙論寺で入り口、西側に東名阪道の名古屋西 IC、北側に名2館の大春南 IC、南側に名2館の仙論寺南 IC が近接している。東名阪道と名2館の次のインターチェンジ番号はどちらも24番である。 東名阪道の東 JCT から四日市ジャンクションまでと名二貫前線の高速料金は大都市均衡区間の料金水準である。ありがとうございます。